その中でやっぱり歌っていうのはすごいなっていうのはその時にものすごい思いましたよね。うん、で日本の中にはいろんないい歌ありますよ、民謡とかありますが、子守唄ね、子守唄も47都道府県全部違うのがあるんですよ、子そ守うなんで唄すが。かね。はい、もう実際に CD も持ってるんですよ。うん。で子守唄って子供をあやすだけの子守唄ではなくて、労働歌だったりとかして、それだけ集めても日本のその時代みたいなものが、日本のこう DNA みたいなものがこう見えるんじゃないかなっていう気がしましてね。話は変わりますけど、その三味線、私吉田兄弟とちょっとお仲良くさせていただいて、これ三味線の音色っていうのもそんなにその今三味線が響いてるってことじゃないけど、最初に聞いた時に鳥肌立っちゃったんですよ。生で聞くとすごいでしょ、やっぱり。あれどういうことなのかなと思うんですよ。ずっと三味線のお家にずっといて、ああこれ聞くと懐かしいなっていう感覚じゃなくて、ジョン柄とかね聞いてると、こういう歌でもそうですけど、なんかもう本当になんか自分の中に別の人たちがみんなうわーっと来るような感覚、あれがあるんですけど、サミーさんは三味線にちょっと関係が。そう、僕はうちの母親が三味線職人の家の子供娘で、さんだ。で、まだ5歳ぐらいまでかな、5歳ぐらいまでそのうちの父親が母親の家にこう家族です、要するにマスオさんですわね、5歳、僕が5歳までうちの親父がマスオさんだったんだよね。で、5歳ぐらいまで結局三味線工場で育ってるんですよね。だからもう常にうちの中に三味線がある。で、うちのお母ちゃんはやっぱりその弾いてたから、やっぱり一人はその一族の中に弾ける人間がいないと困る部分もあるんで、家で三味線しょっちゅうずっと弾いてたからね。だから三味線の音と三味線の工場、それからその箒の紅の木って書いて、箒っていう中国の木なんだけど、ものすごい赤っ硬いわぽいけでよ。すよね、硬い。であれを削るからさ、ものすごいその材木の匂いがするっていう。なるほど。ただこの材木の匂いっていうのがもういわゆる建築の材木とは全然匂いが違うんで、どんな。どういうんだろうな、もっと軽いよね、湿気がなくて。だからあの匂いっていうのはもうあの、母親の実家でなければ絶対にない匂いっそうですか。ていう。ある意味羨ましいですよ。だってそれもご自身のその多分こうなんかなんだろうヒストリーの中いに書いや、あてりる。ますよ。だってずっとあんまり、だって子供で、僕らぐらいの年代になってからでもね、子供で民謡を聴いて育つってことはあんまりないもんね。すごいと思う。だからサミーさんの歌ってお母様がまたね、シャンソンの歌手でいらっしゃるでしょ。でその匂いがその自分の生活の中に当たり前のようにあって、三味線も入ってきてて、そしてオーストラリアの何だか抜けるような青い空と海、そういうその情景の中ですごいなと思いますね。だからそのエレメントとしてはものすごいいっぱいもらってきたなと思いますよね。それとご自身の人生という出会いとでかすね。いろんな経験ですよね。だから本当にいろいろあるけれども、でもその三味線の木の匂いまで持ってる人ってないと思だよね、絶対あの匂いは知らないもんね。う。普通は例えばその三味線屋さんに生まれてもあの匂いは知らないだろう製しね。品ですもんね。作ってる工場だからね。そういう意味ではこうちょっと他の知らない人の知らないものを生まれたところから知ってたっていうのは面白いかもしれないなとは思いますね。時々こうなんか歌を歌ってる時に当然歌を普通にうまく歌おうなんて言ってると、その歌の中に入り込めないじゃないですか。歌を歌詞覚えなきゃとかうまく歌わなきゃとか思うと。でも本当に歌詞と曲と寄り添って歌ってると、その中に自分の幼い時とか母の顔とか父の顔とか、すごい励まされたこととか頑張ってた時のこととかがふとそこにふと乗っかると、
もう知らないうちに自然に涙出てきたりとか、うん、笑顔になったりもしますよね、はいはい、しますね。そこにそのたくさんの要素があればあるほどあのいろんな人たちに響いていく。ああ、そういう、そうだと嬉しいですね。だと思いますね、うん、でしかもその三味線の音っていうのはもう先ほども言いましたけど、なかなか今その三味線であのそこら中にこうコンサートやるってこともないわけだし、うん、コンサートっていうかあの町内でも何でも、うん、こう歌なんかもちょっとね聞くってことが珍しい。でもそれがあのこう普通の歌を歌ってる時にその時のずっと聴いて育ってたから、それもこうなんか自分の中にふっとこう、でも本当にあの、うん、正直ねあのこうギター弾いて、うん、今三味線っぽいとか思うことありますよもう全然弾けないくせにギター弾いて、お今三味線っぽいぞとか思ったりすることがありますね。こう自分でその聴いていた三味線の音っぽいとかその時の空間のイメージっぽいとか思うことって、うんうんうん、変な話あの、うん、ギター弾いてる時に歌う上手に歌わなきゃとかここ失敗しないようにしなきゃとか、うん、あの最近あんまり思わなくなったんだよね、うんうん、あのありがたいことに少しは熟練してきたのか、うんうん、思わなくなったら今度そのそういう全然歌と全く関係ないところであった情景とかポンって出ることがあるのね。それがやっぱり三味線であることってすごく多いですよ。すごい、うん、それはやっぱり子供の時に音といえば三味線だっていうのがあったんだろうね、うん、すごいですね。